ヨッヘン・リヒャルト・マスは、ドイツのレーシングドライバーである、1989年ルマン24時間レース覇者、バイエルン州、ドルフェン出身、レーシングドライバーに転校する前、マスは、船乗りだった。マスは、当初から、ツーリングカーレースを得意としており、ヨーロッパツーリングカー選手権、イギリスツーリングカー選手権などに参戦し、勝利を記録した。特に1972年の、 ヨーロッパツーリングカー選手権では5勝を挙げた。一方、イギリス会3選手権、ドイツ会3選手権などのホーミューラカーレースにも参戦し、1973年のヨーロッパ会2選手権では2勝で、シリーズ2位となったツーリングカーレースへの参戦を続ける一方、それまでの活躍が評価され、1973年には会1にサー,ーティースからスポット参戦した。 翌1974年より正規シートを得るが、マシンの競争力に苦しんだマスは、無得点のままシーズン途中でチームを離脱した。マクラーレン時代、編集マクラーレン M23 をドライブする、マス33脱後は2レースを欠場の後、終盤2戦よりマクラーレンから出走した。翌1975年はマクラーレンにより、フル参戦を果たし、第2戦ブラジル GP で3位で、 初入賞を記録し、続く第3戦南アフリカ GP でも6位に入賞した。第4戦スペイン GP では予選11位から優勝した。クラッシュの多発により大幅に短縮されたレースだったが、打ち切り直前にジャッキーイクスを抜いての勝利だった。これはマス唯一の優勝で、17年後の1992年、ベルギー GP までドイツ人が F1 で優勝することはなかった。マスは、その後も1977年までマクラーレンに在籍した。前述した勝利に加え、2度のファステストラップ、ランキング最高位はすべてマクラーレン在籍中に記録された。コンスタントに入賞する走りから、ベストセカンドドライバーと評価された。1978年以後、編集マクラーレン離脱後は、会、中堅チームを渡り歩いた。 1978年の ATS では最高位7位でノーポイントに終わり3度の予選落ちも経験した終盤には3レースを残してチームから離脱した1979年はアローズから参戦し3度の6位入賞を果たしたマクラーレン離脱後では最も入賞回数の多いシーズンとなったが第14戦カナダ GP 最終戦アメリカ東 GP の終盤2戦では連続で予選落ちを期した。1980年もアローズから参戦し、4位1回6位1回を記録した。1981年はツーリングカーレースに1000年、1982年にマーチを使用するプライベーターチームラムから、回1に復帰したが、最高位は7位に止まり、終盤には5戦を残しチームから離脱。以後、 再びツーリングカーレースに専念することとなった。マスは、第一参戦中も、ヨーロッパツーリングカー選手権、世界メーカー選手権など、スポーツカーレースに参戦を続けていた。1978年からはポルシェで活躍し、1987年までの在籍期間に多くのカテゴリーで勝利を記録した。1987年には、ボビー・レイ・ホールとのコンビで、 セブリング12時間レースに勝利した。ポルシェが撤退するとザウバーに移籍し、メルセデスをドライブした。1989年には、1972年より参戦していた、ルマン24時間レースで、マニュエルロイター、スタンデー・ディケンズとノトリオで、初勝利を挙げた。1990年、メルセデス・ベンツは、ドライバー育成プログラムとして、前年まで、 F3 ドライバーだったミハイル・シューマッハ、カール・ベンドリンガー、ハインツ・ハラルド・フレンツェンを交代で、スポーツカー世界選手権に参戦させたが、マスは、この3人のパートナーとして前線に参戦した。1982年第5戦ベルギー GP の予選終盤において、アタックを終えスロー走行をしていたマスと、タイムアタックをしていたジルビル・ヌーブが、S 字で遭遇。 ビルヌーブに走行ラインを譲ろうとしたマスと、マスを抜こうとしたビルヌーブは、同方向に動いてしまい、ビルヌーブのフェラーリは、マスのマーチに乗り上げ中を待った。フェラーリは落下の衝撃で大破し、マシンから投げ出されたビルヌーブは死亡。死亡事故の当事者となってしまったマスだが、この接触においては、当時からビルヌーブのドライビングミス、レーシングアクシデントとされた。ビルヌーブが、 前線3割の GP 終了後より、ディディエピローニとの確執から非常に苛立っていて、無理な予選アタックを行ったことも明らかとなり、マスが責められることはなかった。ありがとうございます。